マツダは1974年からル・マン24時間レースに挑戦を始め、ロータリーエンジンで目覚ましい成果を上げてきた。ところがル・マンにロータリー規制の動きが生じ、マツダにとって最後のチャンスが近づいていた。そこで開発されたのが787である。787は最高出力700馬力を誇る新型4ローターロータリーエンジン R26B を搭載。そしてこのパワーを受け止めるため、車体を従来のアルミハニカム製からカーボンコンポジット製へとスイッチ、剛性を高めるとともに軽量化に成功した。さらに空気抵抗を減らすためにトレッドを短縮、フロントノーズには大型ラジエーターが装備された。この787は1990年のル・マン24時間レースに出走したが、多発するトラブルのため思いがけない惨敗を喫することになる。しかしマツダは787を徹底的に改良した 787B へと進化させて、翌1991年のル・マンへ送り込んだ。この年はプジョーが総力を挙げて開発したニューマシン905が参戦。さらにメルセデス・ベンツやジャガー、ポルシェといった競合揃いで厳しいレースとなった。しかし2台の 787B のうち、カーナンバー55をつけたフォルカー・バイドラー、ジョニー・ハーバーとベルトラン・ガショー組がスタート19番手から徐々に順位を上げ、レース終了3時間前ついに首位に躍り出た。 787B はそのままノントラブルで走り切り、チェッカーを受けた。ラップ数は前年の記録を上回る362周。日本メーカーがエントリーした車両としては史上初となるル・マン総合優勝だった。マツダが挑戦18年目にして勝ち得た偉大なる金字塔である。